ざけるな、エセ探偵。メガネじゃない、僕は羽村だと何度言えば気が済むんだ。お前はあそこで何をしていたんだ。なぜ逃げた。真面目に答えろ。こいつ、黙っていればいい気になって。なんだ、取り調べ中だぞ。相良、おとなしく待ってろよ。自分で食いに行け。釈放だ。手続きを済ませてきた。外で説明を受けてとっとと出て行け。身柄の引き受け人にも連絡はつけた。静かにしろ。あんた今度は何やったのよ。あんた任侠映画の見すぎね。
ママが倒れたら恭一郎のせいだからね。知らないわよ。私には恨まれてもおかしくないことしてる自覚あるんだ。お父さんもかわいそうにね。こんな貧乏事務所に入っちゃってがっかりしただろうな。じゃないの。誰も取りゃしないわよこんなの。うわー、宝くじを金目のもの扱いしてるばかりか、ドリームとか言っちゃってるあたり、恭一郎ってダメ人間だね。
心配してくれてるんだ。